白秋前期に、に中国に生息したトロードン化のの脚類の族の一つである。最初の発見は、中国、遼寧省の儀県層カブリクカトンブ層、アプトキの地層から見つかった二つの化石である。タイプ種であるシノベネーター・チャンギーは2002年にジョ母シ、マーク・ノレル、大像・ハヤシ、ピーター・マコビッキー、およびニハルにより記載された。俗名は、 ラテン語でカリュードを意味する、ベナターと中国を意味する市内から派生している。種ョ名は中国の古生物学者である張いよいよ万に懸命されている。シノベナトルと人の大きさ比較 S チャンギーのホロタイプ標本であるアイボップ12615は部分的な頭骨と関節状態でないその他の部分の部分骨格から構成されている。 その他に一つの補助的な標本が最初の論文に記載されている不完全だが関節状態の首から後の骨格で IBOP12583 と名付けられた。二つの標本とも北京の中国科学院古跡椎動物個人類研究所に所蔵されている。しかし、シノベナトルの化石は陸化トンゾでは一般的であったようだ。 2006年のネッカ生物群の調査では、数百のミキサイの標本が知られているとジョトノレルにより、報告されている。シノベナトルは、原始的なトロウドン科の属であり、最も原始的なドロマエオサウルス科やアビアラへと特徴を共有していて、この三つのグループの共通起源を示す、決定的な化石の一つである。シノベナトルのホロタイプの個体は、鶏ほどの大きさで、 生体よりも小さかった。ジョ、ゼット、エボリューショナリーラジエーションオブザ・ジャハール・ビオータ、クロノロジカルエコロジカル・パースペクティブズ、ジョバロジェクル・ジャーナル、41、377-393、ABC ーシン、ウンデル、マーク・ A、ワン、シャオ、リン、マッコー・ビッキー、ピーター・ジェイ、ウ、シャオ、チョン、エベーサル・トルドンテッド・フロム・ザ・アーリー・クラテイショス。 オブチャイナネイチャー415 780から784 14フェブラリー2 0 2週、エックスアンドンレル MA ノンエビアンダイナソーフォーシルズフロムザローワークラテイショスジャハールグループオブウェスタンリューニング、チャイナジョバロジェクルジャーナル41 419 437ありがとうございます